マリー・ドレスラーはカナダ出身の女優。世界恐慌の時期に60歳を過ぎてスターとなった遅咲きの女優。1930年の惨劇の鳩場で第4回アカデミー賞の主演女優賞を受賞するなど、1930年代前半に活躍するが人気絶頂の1934年に癌で亡くなった。死後四半世紀が過ぎた1960年に、 ハリウッド・ウォーク・オブ・フェームに名前が刻まれた。1868年にカナダ・オンタリオ州コーバーグに生まれる。父はオーストリア人。14歳で家を出てコーラスガールになりキャリアをスタートさせる。1892年にブロードウェイデビュー。その後、ボードビリアンとしても活動し、1900年代初頭にはボードビルのスターとなる。 1910年に主演舞台、ティリー・エス・ナイト・メアがヒット。窮地の中だった映画監督、マック・セネットが同作を、仕込めの不可能酒として映画化する際に、彼女を主演に起用。これが彼女にとっての映画デビュー作となる。なお、同作は、ハリウッド初の長編コメディ映画であり、共演のチャールズ・チャップリンにとっては、自らが監督しない最後の作品となる。その後、 同じ役柄による続編的な作品、ティリー・エストマトサプライズやティリー・ウェイクス・アップなど何本かの映画に出演するが、キャリアが飛躍することはなく、1918年には仕事が来なくなる。仕方なくボードビルの仕事に戻るが、1919年にニューヨークで起きたコーラスガールらによるストライキの代表者に選ばれ、積極的に活動したことからブラックリストに乗り、 1920年代はニューヨークで仕事をすることが難しくなる。彼女の球場を知った MGM の脚本家フランシス・マリオンは自ら脚本を担当したザ・カラハンズザ・マーフィスの主演にドレスラーを起用する。彼女の可能性に気づいた MGM の大プロデューサーアービング・タルバーグは彼女をスターとして再生させることを決める。その結果徐々に人気が出始める。 彼女をスターとして復活させたのはトーキーである。1930年にマリオンが脚本を担当し、グレタガルボ初のトーキー作品となったアンナ・クリスティでの演技が高く評価され、同年の三劇の鳩場では第4回アカデミー賞の主演女優賞を受賞する。さらに1932年の愛に背くもので第5回アカデミー賞の主演女優賞にノミネートされる。 1930年から1933年にかけて主演を含め様々な映画に出演するほか、1933年8月にはタイム誌の表紙を飾り、同年に MGM が開いた大規模な誕生日パーティーがラジオで生中継されるなど、ハリウッドを代表するスターとして人気を集める。1934年にガンで死去。ありがとうございます。